続きましては、配線ですね。まずは AC のコードですね。これをここにしっかりと差し込みます。他にはですね、マウスです。マウス、私の場合はワイヤレスですので、これを使っております。USB なのでどれでも大丈夫です。続いてキーボードも USB 接続ですので、どれでも構いません。一応ここにします。あとはディスプレイ、私の場合はデジタルですね。で、白いものは DVI ですけれども、この白いところに差し込んでネジ止めをします。あとはスピーカーの場合はこの緑の、ピンジャックです。これは緑のところに刺します。これで、一通り配線が終わりました。